こんにちは、ブルコスです。前回はマグマの溶岩も一緒の意味だった。なんだっけ、マグと溶岩って一緒なのかな。実はわかんないんだよね。だいたいまあね、大胆かつおしとやかなのが、まあ、ピジメっていう感じでね。あ、こんにちは、ブルホスです。あれ、あれ、俺自己紹介したっけ？自己紹介したかどうかも覚えてない。で、まあまあ、あれだよね、マリオの映画をご覧になった方はわかりますよね。あれですよ。主人公のマリオよりも、はるかに、おてんばかつ最強なのが、このピーチ姫、だからね。で、今回は、何が目的なんだったっけ？とりあえず、じゃあ、そのおてんば加減を使って、ここに潜んでいるノコブロスたち全員、ボッカボコにしていくっていう、そんな感じなのかな。わかんない。とりあえずなんか右だか左だか、わお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 。で、こっちからのチラッとで、わー危ない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 。じゃあ、こっちこっちこっちってて。で、前回はあと溶岩マグマから、あと、ミスター、なんだ？あー、いきなりのクイズ大会か。ミスター、あれだよ、ミスターポコだよ。やばいやばい、違う、そんな話じゃなくて、なんだっけ。よし、決まりだ。じゃあ、クイズ大会、チャレン。いやー、なんかね、もうね、いろいろ、今ね、なんか、やっぱね、マルチタスクができなくなってきてるからね、やっぱね、まだ30代なんでね。いや、なんかさ、ほら、30でもおっさんになってきてとかっていう話をするとさ、40、50の人だからさ、ボッコボコにこう、怒られるんだよね、ほんとにね。ウィッシューホーバーわ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 ーってやり方教えて。まずはなんだってか、お前ら右と左のノコブロスの違いがよくわかんねえな。全問さ、しかも10問って多いな。優勝者で豪華商品があるって言って、あ、そうそう、3箇所もありますから。で、しかも、ね、3箇所でね、変身できるから。いきます、第1問、じゃらん。はい、なんだっけ、ファイヤーパックン。もうさっきやったばっかりだからね。さっきというか、前回パークでやったばっかりだからね。じゃらん。さあ、次に行きましょう。じゃらん。現在、お相撲様はこちらどこでしょう。じゃーん。フラワーランチャラチャチャチャー I love it! どんどん行きますよ。第3問、チャラン、砂漠のアラビンで丸くて怖いやつ。あ、ちょ、あれあれあれ、ちょ。押して、はい、怖いな、ノコノコですね。これ時間制限あるのかな。正解でーす。でね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 、まだまだ逆転チャンスあります。第4問、チャラフラーなどに行くに。あ、ちょ、早い。え、ちょ、待って、あれ？あ、じゃあこれ、連打とかしてた方がいいのかな。第5問、クッパ様が大好きな人の名前は、はい、私、マリオです。あ、でも、あ、意外とあれかもな、ソラトゥーのね、カメックババかもしんないね。うん、部下なのかもしんないけど、よかんないけど、さあ、慎重に、チャラチャチャチャ、はい、関係が深いものは何でしょうか。てか、ここら辺さ、まあ、フラワーランドって言ってて、ハテナブロックとかだったら、じゃあもう、クエスチョンブロック、じゃあクエスチョン、わあ、かっこよくて無敵なのは、あ、それはまあ、それはもうマリオしかいないっすよ。マリオなんだけど、こう、お前らにとってはクッパなんだよな。いや、案外、ノコブロスって答えたら、いやー、テレマンガなとかって言うかもしれないね。で、迷いの森に住んでるお化けとは、テレさーん。あー、でもね、案外ね、不死身のドコモンかもしれないね。キューちゃんあれだよ。さあ、思い出してください。キノコタウン郵便局のすぐ南にあるものは、フラワーガンデですね。はい、ピーバービーバービーバー。さっきからフラワーしか言ってね。はい、じゃあ、そして、キノコジョは今どこにいる？はい、いや、地の果てサミサミ。残念、初めてでした、ペッペッペということで、優勝者は、なんと、てか、ティンク、思いっきり体全部出してるけど、なんでおめえバレねえんだ、大丈夫か？なんか、あれだよね、普通に、じゃあ、やったーって、あらっちゃっちゃっちゃ。お疲れ様でした、ドキドキ。てか、なんで、このクイズ大会は何なの？何かにこう、あれ？普通に、発信されてるやつなのかな。で、はい、まあいいや。あれ、なんか普通にあれなのかな、なんかクイズヘキサゴンみたいな感じで、なんかどっかに発信されられるのかな。まあいいや、とりあえずコーヒー飲もう。ベラ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 、あ、独身術で喋るって、うわー、なぜうぬぬまさぬがお前たちピーチ持たないようにぞっつりするのさ、わかりました。まあこいつらのせいなんだけどね、すいません、ごめんなさいねーって。キャー、相変わらずお尻とおっぱい触らないでてく、チャララ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 チャー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 。まあ、前回のクッキーじゃないや、なんだっけ、ケーキ作るのにマシだったな。めっちゃしょぼ、ああ私のお宝がどつきますぞこいつ、本当に、あ、本当にもうあのね、なんならお前を星の彼方にしてやろうかーって、どこほーって、あれ、これなんかあと少しですね、私のネールおお、知恵の女神じゃないですか。へえ、知恵の女神ネイルですね。なるほど。お、いいですね、いいですね。じゃあ、お姉さんのチュッチュ。これでアイテムをね、なんか、しばらく頑張って取らなくてもなんとかなりそうって感じですね。オッケー。
さあ、じゃあ行きましょう。ああ、お手から人と話しただけで、まあ人と話せただけでもあなたの人生はハッピーラッキー、もんじゃ焼きですよ。あれ、俺でもなんでピンキーにしてんだ？あ、そっかそっか、前回あれがピンキーちょうだい、ピンキーちょうだいだったよね。どうしよう、じゃあ、あれ？まあいいや、栗を。ああ、そっか、ちょっと待ってね。もう、あれはいらないから、アイスの力はいらないから、そっか、ちょ、この炎のガード、火の攻撃、ああ、なるほど、ダメージを1減らすことができるし、踏めるようになりますってがあるか。じゃあ、しばらくクルリンサーチでいきましょう。92。ああ、じゃあ、そろそろ進化、レベルアップしそうですね。じゃあ、とりあえず、ピッチ姫に戻るとめんどくさ。ああ、違う、間違えた。こっちにしてたのがいいのか。そうだ、そうだ、お花畑を取りに行かなきゃいけないんだよね。ちゃっちゃーな、ちゃっちゃーな、ちゃっちゃー、あれ？どっかにさ、魚が飛んでたんじゃなかったっけ？ちょ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 、あった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 。ちゃーなー。なぜか溶岩で溶けることのないガッチガチの頑丈のお宝。なるほどね。で、あれを使って、なんか泉の水を飲むと、あれですよ。無限の体力じゃなくて、なんだっけ、無限の体力じゃなくて、無限の命を手に入れることができるんですよ。インディ・ジョーンズ3ですね。最後の聖戦。ちゃ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 。いや、俺っちのターン。マジかよ。てか、いつの間にあいつ、ここまで泳いできたの？溶岩すら泳げないのに。まあ、それはマリオも一緒だ。よし、じゃあ、ぴょいっと行って、ちゃ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 。こっち、やばい、咳が出る。よいしょ。まあ、いずれにせよ、こいつに宝物を返さないと、あれだね、次に進むことができないって、うまくできてるよね。おお、マリオくん、これはお宝ではないか。いや、それ私にくれるというのかね。やったー！じゃあ、星のかけら100個くらい。なんで今、しょぼんとしたんだ？しょぼーん、ボーン、ボーン。ちなみに、いやー、お宝、この素晴らしい歴史に残るキノコタウンに帰ろうではないか。お前に帰る場所などない！どつきます。さあ、帰ろう。ああ、そういえばあれだね。帰るときに、変態、あ、違う、あ、違うな。変態野郎が出てくるから、そう、スンパー変態が出てくるんですよ。なんか空を飛びながら頭にトゲトゲが生えてるやつね、いるんだよね。まあ、あいつで進化するから、いっか。よいしょー。さあ、帰りましょう。そうしましょう。ただいま、帰りまーす。ちょっちょっ。だっておめえのさ、目玉の位置がどうなってんだってて。どちらかというとあれだよね。スイカの種が2個ついてるって感じで。うおー！クジラと泳ぐ同じ距離をこいつが泳いできてるってなれば、まあまあすごいよね。やったぜ、泳ぎ切ったぜ。よし、マリオ、お前と決着。さよなら。なぬ、待てー！なぬって言い方はもうあれよ、おっさんの言い方だからな。おめえ実は年食ってんな。あ、今回はあれなんだ。ピューって吹かないんだね。ピューと吹くジャガーじゃないんだ。で、頑張れ頑張れ。チャ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 
必死に頑張った結果、一応帰ってきて、で、ゼーハー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 。すいませんね。ありがとう。じゃあまた行くときは、行きましょうかね。ふいー、マグロの背中。じゃあ、いやありがとう。とりあえずの、おお、そうなんだ。へえ。のっこのっこ村に。あ、でもこいつどっから結局また会うんじゃなかったっけ。じゃあ行きましょうか。あ、ちょっと待って。うおー、みなぎってきたー。俺の力マックスだぜ、ベイビー。ぜひぜひ。多分、俺同じことやったら、目指す体重に秒でなりそうな気がする。おりゃーって。バカだ、本当にバカだこいつ。ここまでやって体力削ってでも戦いたいって何だったんだろうな。まあでも多分予想外のなんかトゲが頭から生えてくるっていうのはね、気合でパワー、ああプチュ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 、お前の攻撃は4番でどうだ、お前のこれなら受かってら今日こそ俺様の勝ちだーと思うじゃん。お前舐めてるやろ。わてかてレベルアップしてきとんねや。己だけやないんやで。
なだめてあげれば、ほれ、僕、うおー、くそー、そんな攻撃で来るとはー。まあ、よくよく考えたらあれだよね、マリオはあの、いろんなやつの力を借りないと、でも、一人じゃ戦えないっていうね。あ、ちょ、コントローラー、急に。コンパラ、海を泳いでかぐ、すごい根性だ。最大 HP40 で攻撃力が6、頭に時をつけて踏んでて、今回手強そうだ。でもなんだか疲れてるって。まあ、こことジャンボル島の間を泳ぎは疲れるのは当たり前か。中枢攻撃が相手もなく離れて攻撃するのが良さそうだね。ふぃー、ショット。あ、じゃあ、強い、こいつ強いリアンス。ということで、じゃあもう一回。雨降る夜、しきる夜。これで、14かな。あ、ポコ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 。はい、残り6。どうしよっかな。じゃあ、とりあえず、じゃあ、明るか。甘いです。でも、これを今踏んじゃうとあれだから、まあ、仕方ないな。じゃあ、2ターン遊んであげましょう。おぉ、うわ、じわじわ、じわじわだね。じわじわ。じゃあ、願っておこう。こいつが早く卵焼きになりますように、こいつが早く目玉焼きになりますように、どうせならもうスクランブルエッグになりますように。甘い。じゃあもう一回。あ、じゃあこいつが早くゆで卵になりますように、こいつが早く温泉卵になりますように。ニュー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 ニュレベルアップする子。あ、ですね。あ、無駄だったわ、完全に。じゃあ、いや、はい。フラワーパワー。はぁ、よく考えてみると、塔まで飛んでいっていれば無駄に体力を使う。え、そうなの？泳ぐのとさ、飛ぶのとでさ、体力の使い方あれなのかな？で、こいつあれまた？ほげー、ほげー、ほげー。爆発させてもいいかもしれないね。ということで、もうね、前回、前々回ってさ、連続で死んでっからさ、神戸にセーブしとかないと、あの、裏でね、またや、何回も何回も何回もはめ直さないといけないっていうところがね、怖いんすよ。でもやるしかないよね。で、なんでおめえら行くの？さん！でもちょうどよかった、クリオに出会える、ああ、わかった、クリオに会いたいんですね。じゃあ、クリオでクリックにしましょう。はい。クリオ？邪魔なんてしてないよ！オイラのおかげでマリアすごく助かってる。うちの家たち、おじいちゃんに教えてあげなきゃ、やめてよ、恥ずかしいからさ、俺らもう子供じゃないんだから。まあね、あの、でも、いくつになってもね、あの、親にとっては子供は子供だからね、ほんとに。いやいや、お兄ちゃん怒られてやんの。お兄ちゃんがいじめるよーって。でも最近ちょっとね、子供のね、ほんとイヤイヤ期がマジでピークに来ててね、もうね、あの、嫁もブチギレ、僕もブチギレでね、どっちかがブチギレてるとどっちかが冷静にならないと、ほんとにもうタコ殴り状態になっちゃうから、いや、でもどっちもね、ちょっとね、結構ね、限界は来てる。限界は来てるけど、我慢しなきゃいけないっていう、このジレンマ。わかるかな？え？いや、大丈夫。一つ目で作ります。一つで作ってください。お願いします。不思議そうで、もうあれ、リザードにしてください。ふん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 。なんだかよくわからないものができちゃったわ。は？本当によくわからないものができたね。これは料理なのか？なんで炒めたらこれが出来上がるんだ。マジで意味わかんねえ。まあいいや。で、何売ってる？やっつけれと、ハンマーチャージ S。じゃんちゃ、あ、まあ、じゃあいいか。はい。売ってるバッチは特々変わるぜ。なんだ？フラワーさんやってきたの？種4個。はい。あと2個あるから。まあでも、まだいかないっす。あー、ちょっと待って、変なやつがいるな。変な奴がこっちを見ているぞ。でもどうしよっかな。こうなったら、とりあえず、デクの貴様と会う前に、まずあれだな、ウルトラブーツだっけをゲットしに行かなきゃいけないかもしれんな。オッケー。チュル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 。なぜか、花を植えると扉が出てくる。キャッ！めっちゃテンションが上がる！はい。頑張れ。まあ、でも結局光合成ができないとさ、お花がうまく育ちませんぜっていうことになってるところでしょ。これだってんだっけ、こっち行くのだってんだっけ。くる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 。でもここの闇の子さんとかはあれだもんね。あ、とかこのシーンで来れたんだ。わおー。あー、なるほどね。あっち行ったら多分ね、やーばいのがいるっちー。あ、痛い、なんでやねん。あ、痛い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 。仕方ない、殺す。でやーす、やっといー。あれ、あ、一撃で死ななかった。やるじゃん。よいしょ。かん、あ、防御力2かき様。
立ち上がれガンダム。あれちょっと闇の子って、あ、そうなの、あ、そう、まあいいや、闇の子まだあれか、あ、しかも2個もくれる、珍しいじゃん、珍しいというか、なんというか、まあいいや、チャ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 、うん、パカパッパカピー、やった、コイン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 、ふいふい、あーあーあーああ、成功したのかい、おーおお、わあ、3体もいるなんて、じゃあドイくるくるくるドイで、どうしよう、じゃあじゃあじゃあ、とりあえず物知っとくか、はい、誰でもいいです、闇のクラクルだよ俺たち、あ、目をも、あ、ハチマンの体力、なるほどね、ニヤニヤ笑い出したら目、あ、ごめん、待って、よく、よく見てよ。ずっとニヤニヤしてないこいつ。ずっとニヤ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 してるよね。おっ、あー、むずい、おめめめが回る。じゃあ、とりあえず一体はここってやっとこうか。まあいいや、攻撃を食らわしてくるよりはマシだよね。あー、もうずっとおめめくるくるだよ。おめめくるリンパだよ。ストレートにダメージ食らわしてきやがんな、この野郎。寝てろってばあろう。うい、起き上がって。ああ、またおめめくるくるだ。でもお前それでいいのか？本当にお前それでいいのか？しかもなんかなんなら別におめめ回しているターンが増えていくわけでもなくだけどいいのか？ああ、無限ループって怖くね？おめめくるくる。ああ、2に増えてるわ。地味に増えてた。あ、でも甘い出たんすね。さあ、あとは4ターン。あ、ちょっと待って。あ、でもそっか。あ、くるっと回って。あ、次で終わりですね。はい、残念でございましたね。ちゃ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 。はい、くるっと。はい。やっぱパワープラスって強くて美味しいよね。ちゃらちゃー。これで終わらないですね。終わらないですね。じゃあ、アカリンでもしとくか。痛い、しかも4匹もいる。あーはーはー、じゃあまあいいや、雨降らしてか、これどうなんだろう、超光合成だったらさ、逆にさ星の降る、あ、でも夜か、夜だからダメなのか、いやなんか光合成の代わりにこれとかどうかなと思ったけど無理っぽいね。インパワーブロックとかあればよかったのかもしれないけど、おお、連打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 、あ、よし、あ、あかん、オッケー、いいね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 、お前らそんな卑怯なことを、かん、甘いね、連打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 、ちょ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 、うわー、もう最後の最後に仕方ないね。じゃあ一体ずつ始末していこう。防御力見ててもなかなかやるな、しかも HP が8っていうとこもやらしいよね。まあ、パワープラスがあるからあんまり気にしなくていいんだけどさ。ちゃーちゃ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 。でも、このターンどうしよっかなー。このターンじゃねえや、このパートか。あ、でもなんだかんだ18分経ってんだもんね。意外と時間経つのって早いよね、ほんと。時の流れは早い。よいしょー。ちょーちょろちょ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 ろちょ。パパパパパパーピーカー。タラタッタッタッタラッタ。はい、ごちそうさまでしたー。まあ、一回の戦いで8もらえたらね。これで、あーあ、ああ、あ、ブイ、ブルルルルルルー、ちょ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 、オッケー、これで終わりってことですね。で、あれどこに繋がってんだろう、またあれなのかな、お、あー、なるほどね、あー、そういうことか。これはまだだからパワーブロックじゃなくて、なんだっけ、あれがないから、これ、え、うん、あ、そういうことか。ごめん、全然あれだったわ。あ、ちょちょ、よし、よし。これしかもゼルダの伝説のさ、誠のメガネと違ってさ、こうやって具現化させておかないと渡ることができないっていう、確か鬼畜仕様だったよね。下手くそ！ちょ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 。こうだな。ピッ、ピッ、オッケー。じゃあ、初めてここでクリオ。お、ウルトラランク。ウルトラランク。あれって次のステ、ポコピーでラストだったっけ？まあ、ジョナサンだけどさ、ジョナサンって攻撃力じゃねえ、HP が50もあるってさ、なかなか強いよね。ちなみにこれはどういうことだ？くる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 。あ、ここかい。でも今更ここに来ても、
もうやることなくない？ポコ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 
えず。あ、でもそっか、これあれか。降りた瞬間にどうせあれだろ？まあいいや、じゃあやりますか。ほい。ゲソン！私は美味しいイカでございます。いやー、高いな。ビッグゲソン、ドゥ！しかもこいつ、ね、なかなかね、ポコンとするタイミングがむずいんですよ。じゃあ仲間チェンジしましょう。これがまた攻撃力アタック！よいしょー。ドゥ！アントゥー！アンドゥトゥーア。物知り。ビッグゲソウ。それにしてもすっごくでっかいね。こんなにでっかいやつ多分食べ応えがあるよ。最大70、50の、あ、じゃじゃじゃ、攻撃力50だと死んでも、見た目通り攻撃力が高いんで、しかも怒って真っ赤にさらに攻撃力アップすると、時々小さなゲスを生んだりもするんだ。結構厄介な敵かもね。うん、すげえ、なんかのんびりしてるな。あー、さす、あ、違うわ。違う、あー、お怒りでございます。あ、違うわ、違うわ。ただの出産でしたわ。出産タイム？出産タイムは、あ、でも、チビゲッソーもあれかな？物知りしといた方が良かったのかな？しまったな。まあいいや。次産んだら物知りしてもらおう。もうこうなったらね、攻撃力的にはね、レサレサか、ミニクリボーの方、ミニクリボーじゃねえや、ミニクリボーってなんだ、ミニゲッソーだからあれやっちゃったんだ。トゥイ、よいしょと、トゥイ、オッケー。あ、またお怒り。また出産、あ、ちゃうわ、ただのお怒りだったわ。ただのお怒りか。よいしょ、お怒り。これでお怒りなんとかなら、ないですね。ただ怒ってますね。ただの、イカが怒る。ふっふっふ。ああ、2回連続ね。ああ、そういうことか。なんだ。でも俺よりも攻撃力が低い。甘い！アマテラス。一回やってみる？あ、ちょ、待って！ ちょっと待って、ちょ、はずい、はずい、はずい。いやー、これはダサいし、はずいし、うざいな。まあでも、これでまあ、どうせ次のターンで終わるしな。よいしょ、はい。いやー、今のは恥ずかしかったっすね。じゃあ、そろそろ連続やってみるとか言ってさ、一発目。さあ、梅。オッケー、いいね。ガキもろともぶち殺してやっからよ。ものし、チビゲスト。あ、もうミニゲストじゃん。チビだったわ。ビッグゲストはマリオ吸い付きに来る予算で値6個。あ、攻撃力2ってやるじゃん。こっちがね、ちょっと可愛いけどね。そうなんだよね。目線がなんかさ、ちょろっとこっち向いてるのが可愛いよね。イカの、つぼ焼きじゃなくて、なんか詰め物、美味しいよな、なかなか。ヤリイカとか、そういうの買ってきて、まず足と体をバカッと分離して、で、中の骨を抜いて、で、お米を、入れるでしょ？で、そんな、で、あとは、煮汁みたいなやつ、なんでも、醤油、みりん、酒とかでいいから、そういうので、作った煮汁に、まあ、だいたい20分から30分からやると、ちょうどいい感じのイカ飯ができるんで、ぜひ皆さんね、非常に簡単にできますんで、ぜひ試してみてください。はい。僕のおすすめですね。ということで、チャッチャーラッチャ、不思議そうってあれなのかな？何にでもなれますみたいなやつなのかな？ねえ、だからぐるぐる目回しになったけど、もしかしたら、そうするとロイヤルキノコ Z！ あー、ここまた、あー、なんだと？俺より気づくのが早いだと。しかも、うわ、うざいのいっぱいいる。超うざいのいるじゃん。どうしようかなー。ほい。タラッタッタラッ、ボクロ。オッケー。とりあえずね、トゲメットがうざいから、よいしょ、オッケー、オッケー。しかも、1しかくれねえのかよ。一旦で立ち上がんじゃないよ。やーだなー、やーだなー。あー、ギリ死なねえか。よいしょ。さあ、来い。あ、しかも、トゲメットよりもなんか闇の子の方がくれるんだ。へえ、かわいいじゃん。よいしょ。あ、でも4、1を食らせられるのね。はい。1かー。ここはまだ来るの早いってことですね。まだポコピーがいないからな。どうしよっかなーと言いつつも。怖い。あーですよねー。食らわないから、食らわなかっただけマシだけど、変なやつがいるー。どう？一撃必殺ではないですね。よいしょ。
あれじゃあ、あれどこだ？立ち上がれ、ガンダム！とりあえずこっち。どう？ちょっと待って、ガンダムが立ち上がらない。ちょっと待って、ちょ。てか、ガツンチップいらねえな、マジで。よくよく考えれば。ほい。よし、オッケー、カーン。あれ？危険、ピンチでなんとかなってるっけ、今。ちょ、もともとの攻撃力が2か。それあれだ、ナイスドボールとあれだな。次回もあれかな、地下もうちょい探索かな。違う、間違えた。ガツンがいらないから、ガツンを外すと何ができるようになる？二回アイテム、メガウのパワー、ピンチで、ピンチでラッキーがいいかな。ピンチでラッキーしかねえ。こっち行くと、こっちはまだあれだね。あれでもいけんじゃね？ほい、コキン。無理だ。ここまだダメだ。残念ですね。こっち行くと、これはなんかで破壊したとき。あれじゃあ、これ、ピンキーいけるかな？でも、あからさまなのひびがないのよね。ほい。いけんのかい。出た、こいつ。こいつなんか64コイン、ぼったクールって、名前がね、名前がぼったくってんだよな。いいよ、買ってやろうじゃねえか。やったー！はい、お買い上げありがとうございます。いや、今回はいいです。でも、何回か買うとなんかあれだよね。結構いいアイテムが手に入るんじゃなかったっけ？怪しい鍵。ちょっと待ってね。ウルトラブーツを手に入れるところまでやりたい。ウルトラブーツ手に入れないと、ね、次いけないからね。クリッターカントリー。まあ、いざという時にダメだったとしても、大丈夫。なんとかなる。よいしょ。セーブさえしとけばなんとかなる。で、おめえらは大丈夫で、こっちは？違うわ、これあれだ。なんとか結晶だ。で、終わりだな。あれ、なんかどっかにさ、ウルトラソウルなかったっけ？ウルトラソウルで壊せるさ、やつなかったっけ？よいしょ。なんちゃう！間違えた。わあ、もう無駄したわ。しかも、何よこさないのこいつら。マジかよ。カスじゃん。かすってんな。だったら願うでもしとけばよかったか。しまったーん。何にも嬉しくない。かといってさ、逃げてもさ、コイン奪われるだけじゃん。ハートありがとう。ハートキャッチプリキュー。どうしよう。こっちにウルトラソウルってあったっけ？ウルトラソウルどこだっけ？ほい。まだいける。ピューピューピュー。よいしょ。うざいのがいるな。落ちて。違うな。あれ？こっちじゃないな。ここも行ったっけ？言ってるっぽいね。クリボーってどういう原理で羽が生えてくるんだろう。ちなみに、羽が生えることは、キャツラにとっては、その、成長ってか進化なのか、それとも退化なのか、どっちなんだろう。違うな。ガン。ほい。どい。オッケー。ちゃーちゃー。さあ、違う、危ない。痛いなってこと。痛いよ、飛んでけー。オッケー。ヒュル。よいしょ。こいつゆっくりだからね。間違えた。まあいいや。はい、ここ。防御力2かな？防御力がある敵に出会うとなかなかね、やっぱりね、マリオクリアじゃね、苦労するからね。ハートいっぱい。そんな。キュンキュンさせちゃダメですよ、おじさんのこと。どうしようかな。やっぱレサレサかな。チュル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 。ピュー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 。オッケー。で、クリオに戻しましょう。みんななんかそろそろ気になってるよね。なんであいつパワーアップしてあげないんだよって。まあ。あまり物には服がある。全然いけないんだけど。あまり物には服があるっていうことですよ。やばい。変な奴らこっち向かってきてる。逃げろ。こっちだったっけ？
違うな。あれ？ウルトラブーツはまだか。なんか地下で手に、何かを地下で手に入れた記憶があったんだけど、気のせいか。あれ？だってさっき左行ったもんね、こっちね。この左は行ったし。じゃあこれで戻ると、こっちだもんね。ああ、そっか。じゃあちょっとウルトラブーツは、ちょっとどこで手に入れるか忘れちゃいましたので、一旦じゃあこの辺りで終了にしましょうかね。はい。じゃあ次回からフラワーランド乗り込んでいこうと思いますので、こうご期待ということで、いよいよステージ6ですね。盛り返しをゴリッと進んできた感じになっていますが、ぜひ楽しみにして、ああ、なんかいっぱいある。市川チーカ。ああ。ああ、なるほどね。俺、うまくいかないことがたくさんあるからな。今、一応買っとくか。フラワーフエルも買っときましょう。もういらないかもしれないけどね。まあ、ハートよりもやっぱフラワーの方があったら嬉しいよっていうことだったらね、あれだけど。怒りのお便りコーナー。ピチュー通販で買ってみたんだけど、ひでえのなんのってさ、ボケボケのやっとわかるかなってピンボケ写真たった3枚で100万つけ、ちくしょー！ただの変態野郎じゃねえか。はい、じゃあ一旦この辺りで終了とさせていただきたいと思います。ではまた次回パートでね、お会いできたら幸いの極みです。ではチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。では、おやすみなさーい。